おはようおはようお家に戻ってきました。うん。てかさあの今流れ的にどういう流れになってるの流れ的にさみ,みんなどう思ってんの いや眉ががととれれててののかかさんどっちなのかな<し>いやどっちもっていうかあのじゃ眉はねかばってただけなんだよ。なんか今思ったらさあの昨日さ一人でラジオ配信っていうか一人で配信してたじゃんで二2時間ぐらい3時間23時間やったかな配信ずっと一人でさ黙ってたんだよ。あ,ありがとう 信じてるやってか前を嘘つかないじゃんだから嘘つけないから黙ってたんだよ昨日意味わかるかな昨日3時間ぐらい一人でずほぼ黙ってたじゃんであのその昨日さやくさん帰ってきて一回枠切ってちょっとど,ど,うやどうやってみんなにさ説明するってさもうなんかあ,あの人自分守ること必死で。 エリマンマユ気持ち悪いってか私別に彼氏いないじゃん別に結婚もしてないじゃんでちなみにそのなんかさエビエビチュエビチュのさビールを飲んだの誰って言ってたのお前かばってあげてたよねあれはマユじゃないよ、うん、でもまあ火薬さんとね もし付き合ったら面白そうだなぐらいは思ったでもそれはあのー、普通に居酒屋で飲んでた時までその配信つけたらなんか二重人格じゃんあの人サイコパスっていうか言ってること全部違うから、まあ、途中まではそう思ったぐらいックさん面白いもんねあれさ あれさ、キャラじゃないんで、私最初、この人めちゃくちゃ頭いいなって思ったの。早くさんって、めちゃくちゃ、すごいなって。でもあれ、素なんだよ。あれ、ガチだから、でも下手したらちょっと、めちゃくちゃやばい人かもしれない。あれ、ガチなんだよ。マジの、キャラじゃないんだよ。 いやパチオじさんとかもあれキャラじゃないじゃんガチじゃんあれガチなんだよあ三300ナイスありがとうございますそうびっくりし,し,したなでも笑え笑えるでも面白いんだよねなんか憎めないよねあの人ってああとねこれひともう一つかぶってることがあってあの配信中ヘイト向けるじゃん 配信外めちゃくちゃゃく優しいのだゼロワンとちょっとそこ似てる配信外はねめちゃくちゃ優しいんだよでンちゃんもそうだよね配信外はンちゃんもめちゃくちゃ優しいらしいでもあれあれ火薬さんって台本組んであのネタでやってるとかじゃないからあありがとうあ、D、DM もありがとねだから例えばさあの セイジさんとかさゼロワンさんとかってさあのちゃんと台本通りとかこう頭で考えてやってるから疲れてさ何ヶ月間か休むじゃんでもあの人素だからね全然ストレスないって言ってたもんだからその「エビスビールも」も配信中に言われたんだよ「2日間止まってたよね?」って言われて「あそういうふうにしといた方がいいんだな」って思って「うんうん」って言ったの。 で,、はい、でまゆちゃんは俺に「俺のことが好きで俺と付き合いたいんだよね」って言われたからあそういうふうに言った方がいいのかなって思ってうんって言ったのその時もでもあまりにもなんかこれって私なんでそこまでしてさこの人守らなきゃいけないんだろうって思って全部言った配信ってやっぱあるよね台本っていうか。 付付きき合合おううっっって言っててて言言ません付き合おうなんなないよあの酔っ払ってや,やっちゃったのは事実ででうちら「関係どうするの?」って言っただけ別に付き合いたいとか言ってないよい逆にあっちが好き好き言ってたしかもさめちゃくちゃ怖いのがさの今日あのそのそんちゃんと会ってくるねって話しててもうそのギリギリの時間までずっと好き好き言ってたよ前に。 それでさ配信見てみたらさ逆なこと言ってるから怖いよね。いや私も結構優しいと思うよ。あの合わせてあげるし優しい方だけどさそこまでされる義務ない義理ないじゃん。でんちゃんの存在って言うけど別にあの知らないよね。んんちゃっっててリスナーさんは知ってたけどその 何や,やってないって言ってたし前が迫ったからって言ってたよね迫ってないよあたおかって <laughs> やばいよねだからさ事実言ったらじゃああたおかなわけ本当のこと言ったらあたおかなの、うん、いや家で家帰ってきたいやてかさ別にさあ大花火ありがとうあありがとうございます あーこの前ありがとうございましたあフォローさせていただきますありがとうございますありがとうあのこの前お小遣いくれたリスナーさんあのお台場にね送ってくれたリスナーさんありがとうでもさ私別に彼、えー、彼氏もいなければ結婚もしてないじゃん別に酔ってやったぐらいよくない そういうい時あるでしょ人間生きてたらなんかもう犯罪みたいにさ土下座しろとかね謝罪会見しろとかさ言われてびっくりしたんだけどこの前盗撮もされるしさ、うん、それはその人の考え手が、まあ、別にフリーだからねなんでそこまで言われないといけないんだろう で、どう、なんかさ、じゃあ、例えば私が他のメンズと、じゃあ、やりました。でも言ったら言ったでさ、お前ってやっぱやりまんなんだなとか言われるじゃん。で、隠したら隠したで、嘘つきって言われるじゃん。でも私も別にさ、あ、なんか、そういうね、遊ぼうが、関係ないんだよ。誰にも。 それが配信会ってだってじゃあ24時間ね24時間あ配信会はこういうスケジュールでこういうスケジュールで,で、ね、あの来週はこのメンズとセックスしてとか言わなきゃいけないの頭おかしくなっちゃうんだけどそんなのなんでそこまで監視されなきゃいけないのそれをうまく立ち振る舞うって盗撮されたんだって私は知らない 言ってたこととやってることがあって自分のことだけだったら別にポロってもいいけどあの火薬さんの名誉もあるから守ってあげてたんだよギリギリまで言うのあんな週刊文書初めて見たよふわっちのだからもう結局ねまあでもね楽しかったよあの かやくさんと配信するのはすごいなんかねあ相性はいいなって思っただけどすごいこうなんだろうすげえなんか揉め事がかやくレベルしか相手っていうかかやくさん今一番すごいんじゃないふわっちで。 まなんかふわっちっちて感じだよね。眉のが積極的だったと言ってたえっとだからその眉が誘ったんだよ飲みに行けませんかってそれは眉が誘ったんでもその後の積極的っていうのはないよマジでありがとうございます真悠は別に素直だよってか あの自分のことだけだったら別にすぐ言えたんだけど自分のことだけじゃなかったからねうんいや今の定義教えてくんない私あの去年「01」と別れてからそれ以外の人やってなかったけどねでもそれ関係ないや酔っ払った勢いでしょそれはうんじゃなかったら2回戦もしてたんじゃない あのシラフでやっ,やってたならいや火薬さんとは付き合わないよ <laughs> いや大阪行ってもわかんない大阪行くの迷ってきた迷ってきたよんで振られてもない別にあえっとね コク、えー、られて告って振ってきたなんか謎の新しいパターンのやつはされたけどで10分で分かれましたあのね「かやくさん嫌いな人はね内装してください」かやくさんに振り回されました私。 勝手にこくってて分後振られて振らられれまカヤクタルを許せない人はナイス押しといてください2人の言うこと正反対ってじゃあ逆にカヤクさんの言ってること信じてる人いるので酔っ払ってコアラにはなったよねあのね寝てる時にでまう、あ、嘘ついてないからあのもう嘘ついてないから。 嘘っていうか黙ってただけだよねだから嘘ついてないんだよで本当に家だよこれは本当ガチただちょっと疲れたからラジオなのうんじゃあ火薬が本当何が私告ってもないし好きとも言ってないよ嘘だから本当に家で犬の声聞こえたでしょいや火薬さんねモテるからねちなみに火薬さん 今もう女の子かららめっちゃ連絡くるらしいよやっぱね配信者ってやっぱ人気になるとモテるんだよ誰でもブサイクでもそれは本当だと思うよよっさんも七股市だしんちゃんの気持ち考えてやれよだから知らなかったってそれもだって私にはそう言ってたよやってないって リスナーさんだよっていやそれはじゃあ私,私も知らなかったこといやでもやくさん面白いよね天性だなって思う嘘つきって言われるけどね何が嘘嘘なんだろう本当のこと言ってんのにでさっきパルパルともさっき電話したよ あのパル,パルニュースで取り上げられててあのう嘘でさう嘘,嘘を取り上げて閲覧4500人とかいるじゃんだから電話したそんな大勢見てる中で嘘つかれた嘘お披露められたくないから <laughs> いやほんとだよ「ハニー」ってハニーのほら聞こえるハニーの息 犯人ほんとにほに家にいるからだどあの動画疲れちゃったからさラジオってだけだよで大阪はちょっとねか考え中なんかこの流れでいってもさあれじゃん、うん、だからもうやめてほしいよねどんだけックさんでじ自分を正当化させたいんだろう 私がそういうイメージつかせるの本当に嫌なんだよね。じゃあ結局じゃみんな,な何を求めてんのやったことを黙っておけないってだって嘘つかれたんだよ。えなんならやったことだって言いたくなかったよマユ。前 <laughs> その場で否定しなかったからだからそれはマユの優しさね合わせてあげてたん、ね、で今日ギリギリまでなんかエビチューのビール 眉が飲んでたのっていうのも火薬さんがそ「その手そうだよね」みたいに言ってたから隠してあげてたんだよ。どんだけ優しいの私 2, 2日間いたって手にしといてあげたんだけど、うん、でなんかあのエビチュはリスナーさんらしい,いや自己弁護って私そんな人を下に陥れてまで自分上にあげたりとかしないよ。 マ,ユとマジでやりたい人乗せてください。え <laughs> いやコメントにあったからい,いるかなって思って。思いっきりつきたい。ありがとうハート花火。ありがとうイケメンのカーターから。ありがとうつきたいらしい。<laughs> でその生のことはあんま言いたくない。 で性のことはお互い言うのやめようって話してそれは言わないそういう下ネタ嫌なんだよねプレー内容は言わないよねてかあんまり覚えてないんだけど <laughs> あのよ酔ってたんだってマジでうんでもそういう時あるでしょそういう時あるじゃん、うん、私星ぶどうじゃないから あのね、胸が大きい子ってあの貧乳に干しぶどうが多いんだよそれまあ火薬さん持ってるんだよ多分でこれから多分遅咲きだから多分がこ,れこれから危ないかもね火薬さんって本当刺されちゃうかもしれない純ちゃんに火薬だけは嘘つかないって火薬さんめちゃくちゃ嘘つきじゃん配信が優しいんだけど 配信つけたらマジで嘘ばっかだよ。だ最高怖いって思ったもん昨日。あ400ナイスお願いします。右下のグッドボタンお願いします。なんかさレあと「レーパー」って言われるじゃん。あの昨日さ前さちょっとパニックになちょっとプチパニックになったじゃん昨日。 あの時もさ結構さ無理やり抱きしめてきたじゃんなんかねそういう多分やくさんってレイプとかしたつもりないんだけどなんかこうあとはこう距離感とかさ分からないじゃんあの人距離感だそ,そういうところがあるからねあの多分レイプって言われちゃうんだろうなって思ったレイパーとかねそのつもりはないんだと思うほんとのレイパーまあでも 前のカバン勝手にあさってあん時の顔めちゃくちゃ怖かったでもあれ、ね、ネタって言ってたけど顔ガチだったけどだからな何が本当で何が嘘か分かんないなんかさ配信中ってマジであの人が変わる人いるじゃんいや私別にレ,レーパーって言ってないよ小宅さんのことただ過去にレーパーって言われるのはこういうところって言っただけうんってから振られ 振ったも振られたもんてか昨日の配信見てわかるでしょ配信が人の本性酔っ払った時の本性みたいな感じ金ちゃんはコラボしたくないって眉と眉は火薬に無理やりやられたいやなんか酔ってたから、うん、酔ったいや頭いい人だなって思ったんだけどずっとあこの人すっごい頭いい人だなって よっさんがディスってる。<laughs> なんて。やったか好きじゃないよ。ただ、配信者として面白い。あの、本当に面白いな。大手配信者って、前見ないんだけど、火くさんだけ見てるね。売名のためにするのかどういうことあ、よっさんがそう言ってたのじゃ、てかさ、じゃ自分は、 周りに売名女がさ周りに寄ってたかってきてしかもなんかどんなセックスだったとか暴露されてるよっさに言われたくないけどいや頭いいと思ったらガチだったんだってガチの本当のアタオカなんだよか代くさんっていやもうだから大阪行来てほしくないんでしょこの感じ 行って欲しくないんだったら行かないよ別にだって火クさんあのパッチおじさんだって火薬さん経由だしねでもなんか合鍵渡すからうち来て会いたいとか言ってたけどねやくさんまあ、でもそれは配信外でって言ってたまあ、だから一緒に配信することはないんじゃない大阪来たら合鍵渡すってまあでもそれはパルパルのパルパルと Oh. Uh -huh.